ですね、両手で大きな山を描いてみたいと思います。簡単なので皆さん一緒に、まずですね、両手で左側から右に大きく動かしてみます。踊り子の皆さんでは用意お願いします。いきます。5678123456781234567851。はい、ありがとうございます。ただいまですね、500人いらっしゃってるお客様の中で25人の方が今踊っていただきました。ありがとうございます。それではですね、もう一回山をやりますので、今度400人ぐらいの方踊ってくれると思います。もう一回山やってみましょう。いきます。5678123456781234567。素晴らしい、478名のお客様ありがとうございます。続きまして、山の後は川を表現してみます。右手を前、左手を横に90度ですね、それの手を揺らしながら、移動していきます。じゃあ踊り子のように真似してみてください。いきます。5678123456781234567。素晴らしいですね。なぜか今1000人ぐらいに増えたような気がします。今ですね、山を描いて川をやってみました。はい、なので山と川を連続していきましょう。山4回やってから山を2回揺らしてみてください。それでは行ってみましょう。いきます。5678123456。川です。123456781234567。素晴らしい、ありがとうございます。今ですね、大雪山連峰と大きな石狩川がこの芝生の上に見えました。皆さんありがとうございます。それではですね、上ドン、もう一回、もう一箇所の振り、これも繰り返し出てくる振りなんですが、結構盛り上がれるところなので、これも皆さんと一緒にやりたいと思います。では踊り子の皆さん、両手を構えて、はい、このように踊り子のように構えていただいて揺らしていただきたいんですが、まず下側、右から右左右左上右左右下です。右左右左、どっこいしょ。はい、今やったように手を下でまず揺らします。右左右左、今度上で右左右左、もう一回下で右左右左、どっこいしょ。はい、下上下やってから、どっこいしょは両手を上に持ち上げながら、どっこいしょ言ってみてください。それではお客様も一緒に最後のどっこいしょーの練習も兼ねまして、今の揺らすところからどっこいしょーまで一緒にやってみたいと思います。いきます。5678123456781234。はい、どっこいしょー。素晴らしい声、ありがとうございます。多分お祭り会場の皆さんのご近所の方から苦情来るぐらい大声出すかもしれませんが、その辺フォローよろしくお願いします。はい、今やりました山の踊り、川の踊り、最後のどっこいしょーの、これさえできればもう上ドン皆さん踊れますので、これから実際に曲で踊ってみたいと思います。はい、それではですね、踊れる方、元気な方は立ち上がって踊っていただいても構いませんし、座ったまま手だけ踊っていただいても構いませんので、踊り子とお客さんと一体になって上ドンやってみたいと思いますので、どうぞ、では曲でいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは会場の皆さん、ご一緒に楽しみましょう。それでは参ります。神ドン、構えて。はい、山の次川で、はい、行かせてください。大きな川を
中央市です。これからもご声援よろしくお願いします。さあ、それ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 、わっしゃい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 、さあ、はい、いただきます。はい、会場の皆さんありがとうございました。たくさんの方に踊っていただきまして